どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日はですね、来ましたね。マザックということで、このソリューションですね、バチクソやばいです。YouTube 始めて、かれこれ3年ぐらい経ちますが、3年の中でも確実に3子に入りますね。それほど革新的な内容だし、実はマザックさんだけのソリューションではないんですね。企業を横断した、レバレッジの効いたソリューションということで、刮目いただいて、皆さんに聞いていただきたいと思ってます。題してですね、これが本物の交差機械革命と、かなりアグレッシブな内容ですが、本当に交差機械というソリューションを変えるような内容になって、今回面白いので、いつもスポンサードいただいているサテライトオフィスさんにも協賛いただきまして、やっていきたいと思いますということで行きましょう。まずですね、今回問いかけから入っていきたいと思います。皆さん、マザックといえば何でしょうかと。さあ、考えてみてくださいと。はい、チックタック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 。マザックといえば、そうです。マクラーレンですね。正解でございます。素晴らしい。ケン・オクヤマがデザインしたかっこいい交差機械ですね。大正解でございます。素晴らしいと。しかしですね、本日の主役は違います。マザックといえば、皆さんそうです。マザトロールですね。はい、マザトロールでございますと。マザックの中核をなすものということで、僕の動画何回かね、見ていただければ、よく出てくる文言がありますね。堀部 CTO、変態 CTO がですね、初めに持ってきた言葉、デジタイズ・オア・ダイと。これはですね、僕が最初マザックさんの工場に訪問行った時に CTO がいろいろ説明してくれたんですね。当時ですね、僕マザックのことよくわかってませんから、マザックさんに訪問したら、なんか交差機械の PR でも来るのかなと思ってたら、初めにこのプレゼンを持ってきたんですね。それほどマザックさんっていうものはデジタイズということで、デジタル化にですね、めちゃくちゃ重きを置いてると。交差機械にデジタルを融合すると。で、そのデジタルを融合するというコンセプトが今回集大成になってる。デジタル融合とは何ですか？工作機械版マトリックスになってると。僕の動画見るぐらいの方はですね、マトリックス見たことあると思います。簡単に言うとですね、人間が機械に支配されてしまって、乾電池になってまして、乾電池というのもですね、機械のエネルギー源になってると。しかし生きてるわけですね。生きてるんですけども、仮想現実みたいなものをですね、見せられてるわけですよ、機械。機械の本当の支配下になってまして、人間というものは超精密なですね、デジタルツイン上に意識を乗っ取られて、その中で生活してるわけですね。で、そこで違和感を考えた人たちが、そのマトリックスから抜け出して、機械と対峙していくっていうような物語なんですけど、マザックというものはですね、その精密なデジタルツインというものを作り出してきたわけでございます。忠実な仮想現実をもとに、デジタルツインとこの現実というものが非常にキーでございます。ございまして、この両方をコントロールしていくと。リアルなデジタルツインというものは何かというと、 CNC というモーター制御とか負荷ですよね。そのモーターの負荷状況もデジタルツインに描くことができると。切削を始める前に切削の未来予言が可能なわけですね。こういうような交差機械と交差機械のデジタルツイン、そして CAD ですよね。その CAD を食わせることによって仮想現実上で削りますので、単なる削るんじゃなくて CNC のリアル負荷をほぼですね、これ表現が難しいんですけども、デジタル化した負荷で削っていくわけでございますから、切削に必要な時間ですよね。そして切削に必要な工具、プログラムがないとこれ削れませんから、プログラムも自動生成するので事前に入手することができると。じゃあこれを行うことでどういったことが革新されるのか。例えば切削時間がわかると、ジョブショップの社長さんなんかはですね、依頼が来るんですね。こういったワーク削ってほしいみたいな感じですけど、ただし図面なのでどういった負荷で削るかっていうのはわかんないんで、夜なべしながらですね、価格を弾くわけですね。しかしその価格を弾いたものがですね、妥当かどうかっていうものは削ってみないとわからないし、儲かるかどうかっていうのは、まあ、極論わかんないわけですね。しかしマザトロールで事前に弾くことで、どのくらいの時間の切削になるのか、どういった工具が必要になるかっていうことがわかりますので、キャパに応じた仕事が取れると。さらにですね、忠実な CNC シミュレーションということで段取りもわかるわけですね。現実と仮想現実をコントロールしてますから、デスクですぐわかると。工具の設定も機械が実行し、無駄な現場作業からの解放が行えますよと。さらにさらに実機と比較リアル連携してますので、 CNC との連動シミュレーションでモーターの負荷とか
必要工具がもう事前にわかりますので、微調整も事前に完了するわけですね。例えばこの工具が足らないとかいうものもわかると。いやいや、そんなん、みんな出してきてるよ。違うんです。これはですね、提案の次元がそもそも違うと。こういうようなデジタルツインを売りに出しているところってあるわけなんですけど、マザックさんがすごいところはですね、実際に工作機械も作ってるんですね。なのでそのリアルの工作機械を超リアルで連携すると。マザトロールでコントロールしているものは現実を忠実に再現した仮想現実だから、このように今まで寒骨依存であったバイトの突き出し量も指示が可能と。例えばデジタルツインだけコントロールしてるっていうことであれば、リアルの工作機械にどういった工具がついてるかみたいなものはわからないんで、結局リアル側で調整が必要だったんですけど、リアル側もコントロールしてるというか認識マザトロールでしてるので、どういったバイトの突き出し量が必要なのかなっていうこともデジタル化してるんですね。要するにこのバイトの突き出し量も実際にマザトロールがコントロールして、このワークであればこのぐらい突き出すってことも自動でやってくれると。やばいと。違うんですと。仮想現実化された工作機械と自社キャムがあるから、仮想と現実の差を認識し、自動で工具のズレを補正し、CADに基づいて削り出すと。本当のこれは自動化でございます。マザトロールがリアルの工作機械、そしてデジタルツインも作り出す。さらに CNC もこの負荷等もデジタル化して、こういったものをエンジニアリングチェーンで全て統合することで、職人の中ですり合わせていた技術をリアルに体現することに成功したわけですね。もうこれだけ言われるとですね、勢いに巻きてなんかすごそうって思うんですけど、めちゃくちゃすごいことです。これがマザックの新しいマザトロールと。例えばですね、演算能力が上がったとか、デジタルツインを早く動かせるようになったっていうものは、一つの技術の延長線上にあるものでしかないんですね。とか、操作性が上がったっていったものも同じような感覚ですよね。そのようなものとは世界線が違うんですね。すべてを統合してるんですよ。デジタイズオアダイ、工作機械革命と。例えば、これをですね、わかりやすく表現するためにはどういった例がいいか。キリコでいきましょうと。キリコの未来もマザトロールなわからない。お前はもうすでに削っている。山崎百裂チップス券。あたーっ。これはですね、僕ふざけてます、半分。しかし、半分は本気でございまして、こういったCADがあるでしょ。このCADがあって、要するに、マザトロールであれば、どういった加工になるか、CNC の負荷も鑑みて、未来を予想することができるんで、例えばこっちのワークであれば、いっぱいキリコが出そうだなっていう未来がわかりますよね、マザトロール。ということは、キリコをいっぱい飛ばさないといけないなっていうことで、クーラント量を増加しないといけないんですよね。一方、こっちっていうのは、これであれば削る量が少ないから、キリコ少なくていいや。工作機械の動作をリアルタイムで制御するわけですよ。単なる機械構造の見直しではないということをご理解いただけますでしょうか。仮想現実上で一回削ってるから、これぐらいのモーター出力が必要だなっていうことがわかりますから、このような電力が必要だ。リアルタイムでポンプの制御をかけていくわけですね。プラス、他の見直し。例えば構造とかフィルターの見直しで過去期で 46% もエコなんですね。もう練習はマザトロール上で CNC の負荷も鑑みたものを仮想現実上で終わってると。さっき終えてるから本番は切削するだけ。最適な負荷で制御するだけで OK。ポンプ、エア、クーラント量見直しましたではないんですね。これがマザトロール制御下の動力が全体最適されたグリーン。つまるところ、ワークによって、キリコの量が変わると。しかし、そのキリコの量っていうのは、デジタルツイン上でもう削ってるから、どういったクーラント量かっていうのが判明してるんですね。ワークごとにクーラント量をリアル制御すると。やばくない?一個一個のワークで、クーラント量が全て最適化されたものが出てくるわけですよ。マザトロールっていうのは。いろんなポンプをマザトロールで全てコントロールすると。これは、デジタルで削ってないと無理なわけ。リアルの工作機械と連携しないと絶対無理ですよね。両方ともマザトロールでコントロールしたというところが大きいわけですよ。これがマザックのマザトロールでございます。4年前の展示会を思い出してください。そうです。マザックはサンダーバードでしたね。このように可愛いですね、お姉様方がサンダーバードの1号、2号、3号、4号、5号、僕は2号が一番好きですけど、噴してですね、そこにですね、ジジイどもがですね、並んでですね、写真目当てで並んでパシャパシャ撮ったって聞いてますけども、興奮したことでしょうと。
いや、違うんです。間違えました。皆さんですね、しっかりサンダーバードのカバンを取りに行ったわけですね。その興奮があったと思いますが、ここからのプレゼン、マザックはサンダーバードを超えますと。この話には続きがあるんですね。子供の頃に描いたワクワクを超越してみせます。というのも、冒頭にお話ししたように複数社ですね、コラボレーションしたと。マザック、ベッコフ、デンソーウェーブと。ジムトフ2022技術協業ということで、業界トッププレイヤーをマザトロールが中心となって全てコントロールすると。もはやこれは工作機械ではなくて自動化工場でございます。高性能なデンソーウェーブオリジナルロボットだから、できることをですね、一つ違うレベルに押し上げてくれたんですね。例えばチャックの爪とかタレット工具、こういったものって結局人がやってたわけですよ。つまるところですね、こういったものってクリアランスがめちゃめちゃ厳しいんですよ。普通の共同ロボットじゃできないんですが、この自動化をこぼったプロで実現してきたと。ですから、マザトロールの新しいですね、ソリューションには、ハンドとか工具、ストックも確保されていると。さらに、別国製 IPC も内蔵しておりますので、AI でキリコの判定もできるし、そして音声認識もできるし、そして開発環境の提供もできると。こういったものを全自動化で、できると。つまるところ、量産であれば、ずっと削って取り出してっていうことできたわけじゃないですか。一品一用で自動化ができるわけですね。最も全自動化に近づいた工作機械でございます。当時 CNC っていうのは、今お伝えしたように量産ですよね。同じ複雑なものを人が立っていなくても、機械が自動で削り上げてくれると。ロボットと組み合わせることによって、きつい作業から人を解放したわけですね。それって量産だからできたわけでございますが、この3社の技術協業は、一品一用品の現代の現場の仕事を変える本当の革命なんですね。一品一用品っていうのは、自動化を作り込むために非常にきついというか、現場にずっと人がいないといけないんですね。そういった方々の仕事からも解放してくれると。本当の革命でございますと。いかがでしたでしょうか。しかしですね、実はもう一社あるんですね。もう一社ございますと。太郎出身の会社、そう、ミスミ、しかもメビーと。メビーは皆さんご存知だと思いますが、過去にも動画やってます。これはメビーとは何かというと、簡単に説明しますが、装置材料の 3D による加工依頼 DX プラットフォームということで、このように設計者が 3D で書きます。その 3D で出てきた一品一用の部品をですね、メビーに投げると。メビーのすごいものはですね、リアルタイムでアルゴリズム解析して、対応できるワーク、対応できないワークを選択できるんですね。対応できるものは工場にそのデータを受け渡して、工場で削ってジャストインタイムで届けると。現時点での加工ができないものをメビーというものは蓄積できるので、 CAD 情報がどん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 蓄積してくると。で、世の中にはですね、こういった加工領域が望まれてるんだっていうことがリアルタイムでわかるんですね。550万の 3D データを去年の7月にもう収集し、設計者の痛みを把握し、リアル情報から需要の多いもの、要するに痛みの多い、こういった T 寸の加工をしてほしいとか、こういったあれの加工をしてほしいっていうような要望の多いものから工場を改善し、そして要望の多いものから、例えば工作機械買ったりとか、自工具を準備したりみたいな感じで届けられるように、対応できるようになったわけですね。ですとか協力工場を増やして対応してきたと。設計者の概念を変えた FA 革命だったわけですね。しかしですね、加工を行う加工メーカーはどうですか。メビーからデータが吐き出されるわけじゃないですか。ミスミのふざけた堪能器要求と。ミスミにはですね、 T ストークとか A ストークがあるわけですね。これ何かっていうと、通常ですね、5日目出荷とか3日目出荷なんですけども、それでも堪能器なんですけども、それを T ストークはですね、当日の T なので、当日出荷に変えてください、要するに明日届くように変えてくださいってことですよ。で、 A ストークっていうのは明日出荷なので、明日までに対応してねっていうことを依頼できるわけですよね。もちろんですね、設計者からしたらものすごくありがたいソリューションなんですが、ジョブショップに立ってみてくださいよ。え、明日までにこれやんないといけないのとか、今日中に削んないといけないのっていう感じですよね。ミスミからこのように、まあ、CAD データが出てくるんですけど、ショップのですね、工作機械メーカーがバラバラなんで、そのデータがあったとしてもですね、すり合わせが出てくるんですね。要するに構造やパラメーターが違うので、刃物も違いますよね。なので、工作機械のこういう降りてくる Z 寸とかも違うわけじゃないですか。それごとに設定したりしないといけないし、工具の付け替えが発生したりとか、例えばクランプする工具も違うわけですね。そういったものを加味しないといけないと。納期は厳しいくせに受けても儲かるか不明と。しかもパラメータがバラバラと。どうすりゃいいんだって。こっからです。
ミスミというものは実はですね、CAD をアップロードする画面で、CAD 表現できないパラメータを入力済みなんですね。例えば、穴加工ですよね。何上にするのか、彩面にするのかっていうのを、メビー上で設定すると。このデータを、なんと、マザトロールに流せるようにしたと。このデータをマザトロールに流せば、ほぼ完全自動で切削できると。マザトロールっていうのは、現実の工作機械と仮想のデジタルツイン化した工作機械を操ってるわけですよね。ミスミの CAD データ、パラメータがしかも入力済みなものを入手できれば、ほぼほぼどういった加工が、こうすればいいかっていうのをマザトロールが判断してくれるようになってるわけですよ。そこをミスミとすり合わせてきたわけですよ、マザックっていうのは。やばいでしょ。切削時間の算出がマザトロールであれば可能ですよね。受けたい的に仕事をミスミのものも受けれると、ジョブショップは。これからは工作機械を持っているだけで仕事を受けるかどうかをすぐ判断ができ、その中に CAD が用意されたメビーも今後は候補として入れることが可能になると。マザトロール使用者は工作機械を動かす時間が増えますよね。ほぼ全自動化できるわけですから、空いた時間でしかもミスミの仕事も取れると。ミスミは工作機械グローバル企業、マザックのことでございますが、グローバルでの売上が 85% くらいですよね。そのマザックのマザトロールの工作機械がある現場が全てミスミのジョブショップになるわけですよ。しかしですね、ジョブショップの人はその仕事を受けるかどうかっていうのをその時に判断すればいいわけですよね。加工協力メーカーを世界に広げることが可能なんですね。これがミスミの奥の手かって感じですね。マザックは何かっていうと、ユーザーが成功するわけじゃないですか。ジョブショップも嬉しいし、ミスミの仕事も、あ、時間空いた時に取ろうかな、みたいな発想もできると。マザトロール使用者の成功循環で多くの機械を購入いただけるようになると。マザトロールユーザーは、このマザック、ベックホフ、デンソー、自動化工場も持ってですね、それで仕事を迎え撃つことができるようになるわけですね。さらにミスミの仕事を含めて仕事を取るか検討ができるようになると。しかも、一品一用品でそれが判断できると。マザック。これが本物の工作機械革命、いや現場革命なんですね。超面白いでしょ。今回やばいでしょ。いかがでしょうかと。サンダーバードを皆さん超えましたか。子供の頃にワクワクした、もうマザックのマザトロール持ってるユーザーですね、やべえと、これはすげえと、あー、うちの加工機でミスミの仕事を受けれるようになるの。今回対応したのが1000番っていうことですけど、おそらくマシニングセンターとかゴジクも今後対応できるようになることが想定できますよね、おそらくですけど。ミスミもプレスリリースしてるんですけど、この本質に気がつけた担当者少ないと思うんですよね。実はやばいと。株価も全然反応しなかったんですよね。これ爆上げしていいっすよねって感じですね。これが本物の工作機械革命、以上でございます。お疲れ様でございました。はい、このソリューションの革新的なところはマザックだけじゃないですよ。いろんな企業とコラボレーションして、しかもグローバルにレバレッジをかけれると。しかも誰も損しないと。他の工作機械を使ってる人は損するかもしれないですよね。マザック検討いただいてもいいんじゃないですかっていう感じですよね。ということで、このように今回はまあ最近ね、ジムトフがあったということで工作機械の話題多いですけども、工作機械でございました。しかしながらですね、他にも半導体、 IoT、 FA、 自動車、電池ともやってます。電子、電子ですね。なので、ものづくり業界で働いている方、そしてものづくりが好きな方ですね、そしてものづくり太郎に興味持っていただいた方は、ぜひチャンネル登録いただいて応援をしてあげてください。そして少しでも刺激になればいいねを押していただきたいのと、ベルマークも忘れずに登録いただければ幸いでございます。ということで、次回の動画になりますが、その前にスポンサー動画でございます。どうぞ。スポンサータイムでございます。一つから発注できる段ボールはアース段ボールでございます。なんと標準品が2000種類もあるし、オーダーメイドもできるし、販売も0円からとなっております。アース段ボールでチェック。次回の動画は未定になっております。楽しみにいただければ幸いでございます。ということで、また次の動画で会いましょう。どうもありがとうございました。じゃあね、バイバイ。今日の千葉ちゃんの一言。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。ジムトフのマザックの公演でもかなりの人が集まっていただいたみたいで、本当にありがとうございました。12月7日にマザックさんの美濃加茂工場でジムトフアンコールフェア太郎が登壇いたしますので、ぜひそちらもお申し込みください。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。